ははいさんんこにちです私はですね今あの自宅にいるんですけれども今日もねまささやかな楽しみであるビールのですねご紹介をしたいと思いますえっと今日はですねチェアーズビールっていうことでこういうねあのビールなんですけれどもちょっとこれ正直ねどこが作ってのよく分かっていません。 えー、タイアジアパシフィックビュアリー、ブリューワードキャンドバイ。これ、まあ、なんか、多分、ライセンスしてんですかね。ちょっとよくわかんないんですけどね。えー、どちらかというと、これはね、あのー、安い、えー、ビール安、安物ってちょっと失礼なんですけど、えー、っていう部類なんですけれども、えー、っと、実は私結構、<coughs> あ安物って言うの,あのビアちゃんと同じぐらいするんですけどね。えー、もしかしたらちょっと高かったかな。 ままああい,いやえっ、ー、とー、まあ、ここにねあのラガービールということで、私、ラガービールって言われるものが、ね、意外とまあ飲みやすくて結構好きなんで、えー、たまにこれもね買って飲んでます。アルコール度数がね4.8%ということで、えー、缶はね、えー、まさにタイ語なんで、まあ、メイドイン、えー、バーコードもね88なんでそうですねタイですね。 えー、になります、まあ、ちょっとこの辺ねあの以前ご紹介したアサヒビールか、えー、朝日ビールとかアサヒの、ね、スーパードライとかあの他ねあのなんかっけあのサントリーの、ねえー、お酒なんかもねあのこう上にこうあのシールが、ね、貼ってあって、えー、ありますけどもこれはなんかその、まあ、普通に売ってるんですよねで、まあ、あのなんていうか、まあタイス ライセンスをもらって OEM やってるんでね、えー、ここで作ってそうなんで、まあなんか原料かなんかの割合なんですかね、わかんないんですけど、まああのー、そういう、えー、まあことになってまして、ただその辺は私は詳しくないです。まああの、こういうビールもあるということで、えー、ご紹介します。それとですね、えー、今日はですね、えー、ちょっと私、あのー、まああの、適当にザルそば作りました。で、えー、っと、ザルそばとね、まあビールということで、まああのー、なんていうかね、ちょっと日本っぽい。 えー、ものになりますで、えー、じゃあちょっとね早速飲んでみたいと思いますはいじゃあいただきます あの非常にですねやっぱりあの軽くて飲みやすいですあの、まあ、辛みもないですしえ非常にね味がそのなんていうかまとまってるんで非常にね飲みやすいビールですあすごくね飲みやすいアメリカですかね ここになんか何ちょっと待ってあいよいよえお腹空すいたのじゃあいいよはいちょちょちょっとちょっとちょうだいはいここにねちょっと書いてありますね「インポートホップスフロム USA」 まあこういうまあよくわかりません、ね、アメリカのビールなんですかねはいはいじゃあ、えっと、次はねざ、えー、るそばざるそばいきたいと思いますあ持ちながらちょっとあれだな持ちながらちょっとあれなんでざるそばあの やめときます。ちょっと持ちなが厳しい,、はい。というわけで、あのお気づきの方あの、いるかと思うんですけど、まあ、この間ねあの、ビールとか、あのなんだっけ、酎ハイですね、あれが日本。で、弁当もですね、セブンイレブンで買って、しかも日本式の弁当。で、今日もですね、私はあの、ビールはね、アメリカとはいえ、ざ、え、る、っと、そばをねあの、ちょっと作りましたけども、これもあのえ、こっちのね、えー、どうだっけあの、ドンキか。 ドンキかあのマックスバリューで買ったやつなんですけど要はねあのかなりその意外とです、ね、日本に囲まれて生活で,できてますまあ毎日じゃないんですけどもたまにはねあのこういうふうにあの、まあ、日本に囲まれて、えー、過ごすということがありますまあ1週間に1回ぐらいの楽しみなんですけどもね平日はもうほとんどこういうことはありません、えー、タイ料理で。 えー、済ましちゃってえー、平日はね、あまりお酒は飲みません。あの大体いい飲むのは週末というふうにあのしています。まあ、あのそういうわけでね、こんな感じで、まあ、ささやかなね、週末の楽しみということにあのしています。はい、えー、それではね、えー、ご視聴いただきまあ、動画切りたいと思います。あの,あのその前に話をちょっと変えちゃうんですけど、意外とね、 あのー、まあこういうこともできるんで生活しやすいっていうのはあるんですけどえっ、ー、とはいじゃあね、えー、意外とということでちょうどねここに豚弁当、えー、娘に取られましたはいじゃあそういうわけでねあのー、この辺で動画切りたいと思いますご視聴頂きましてありがとうございましたいいねとチャンネル登録よろしくお願いします